しゃぶしゃぶ太郎ってあれですよね、確かスタミナ太郎スタートがやってるところですよね。しゃぶしゃぶ太郎って一回行ったことあるな、港区やったかな、名古屋の港区かなんか行った時、もうずっと昔ですよ、15年ぐらい前、そうですね、バボワールで行っとって、そうですね、15年ぐらい前ですよね、に、行ったことありますけど、今どうなってるんですかね。回転寿司屋の居抜きしたところで、なぜか回転寿司のシステムそのまま使っとるんですよね、どういう食べ放題なんやってよくわからないような、ね、感じでしたけど、なんか注文すると、その回転寿司のね、オーダーみたいに、あのスシローのね、やつみたいな感じでくるくるくるって注文したやつが回転のレーンに乗ってやってくるみたいな、そんな感じだったと思いましたけどね。まあもう多分変わってると思いますけどね。暑いぞ、もう年が結構暑いな。これちょっと、ちょっとこっちの方行ったらね、中村公園に行くはずなんですけど、ちょっと中村面積のあたりで、あとかこう、あれ違う、これも中村面積のあたりじゃん。鳥居通り三丁目やから、そうやね、中村面積やね、もうこれ。あ、そうや、これだって赤十字のマークがあるで、これ中村面積ですよ。よし、もうね、新店舗ってなってますけど、いつの案内なのか分かりませんけどね。中村面積、いやー、いかれてかいですね。よし、ね、ここまで来ればね、毎日ここで熱中症で倒れてもね、即運ばれますからね。いやいや、倒れやんに越したことはないんですけどね。いや、久しぶりに来ましたね、中村人生。これ学生の時に来て以来なんですよ、中村人生。まあ大体こんな感じですよね。さあ、とりあえず駅着いたけど、駅の中に自販機ないと思うで、あるかな。今やからあるかな。これは不思議な、懐かしいな、中村人生まで来ましたけど、そうなんですね、先生の名前で。昔バスった工事は多分やつですよね。そうだと、さすがにボンネットバスは元気である、乗ったことないですけど、散歩もこんな感じでバス走ってますよね。行きつけのところでこう分かれてね、そう。で、工事進んでたところが、11系統のね、11系統の新小杉行きっていうのに乗るんですけど、工事は10系統の桑名行きっていうのがね、出てて、今もないですけどね、あれと乗り間違えるとね、悲惨なことになるというですね、桑名まで行っちゃいますからね。さあ、しまった、自販機がない、赤十字病院のこんなちょこっと通るなんて昔からあったっけ。なんか私が前に来た時はなかった気がしますけど、ね、ここめっちゃ涼しいから、めっちゃ涼しいけど自販機ないかな。赤十字病院の由来ですね、これ多分、スイスですね、やっぱし。1864年からですね。こういう風になってるんですね。知りませんでした。卓上な。それなんか2010年やから、前来た時はこんな形になってませんよね。前来た時は確か2004年ですもんね。
この辺なんかに撮ってありますけど、なんでそうなんでやってね、中村に来たことがあるかというと、この近くに、ね、あの博物館があって、そこにある博物館学芸員の、授業でですね、ちょっと、行って、そのいろいろとね、あの見学をして論文を書くみたいなのがあって、すごいですね。どうしても色々ありますね。でここから先は病院なんですね。さすがに病院の中はね、撮影 NG やと思いますので、やめろと思いますけど。休暇で何か飲み物をくださいって言ってるんですけどね。あ、言うとったね、タリスコーヒーやんの。すごいな、今の中村美咲。いや、入ってきましたけど、すごい綺麗ね。うわ、すげえ。病院中なんかね、本当にね、そういった、駅前の施設みたいになってますけど。はい、ということでね、中村西跡の病院の中入ってきたわけですけど、いや、本当にね、中が綺麗でね、なんとね、ミニストップがね、入ってるんですね。ということでね、まあ、こちらの方でね、ちょっとドリンクの方を買い足して、で、ね、その近くにね、イートインスペースが、ね、こんな感じで、イートインスペースの前に、こっちのガビルコ来てますね。ちょうど、今映したイオンの画像の反対側はね、こんな感じなんですけど、ほんと綺麗ですよね。で、このまま駅に直結ね、まあ、さっき通ってきたところですけど、ということなんですけど、このね、左側の端の方、ね、画面で言うと、に、イートインスペースみたいなところがありまして、で、ここがね、まあ、ね、ミニストップの店内でしたらね、他のね、お店で買ってきたのを広げるのはどうかなと思ったんですけど、ちょうどテラスみたいになってましてね、まあ、なんて言ったらいいのかな、一般的に利用ができるような感じになってましたね。ちょっとこちらの方を利用させてもらって、まあ、一応ね、ミニストップさんでもお茶を買わせてもらって、そのお茶飲みながら、このイートインスペース使わせてもらいました。で、ね、すごかったのがね、このおにぎり。これね、パッと見て3個ですよね。まあね、この角度だとね、縦から見た角度だと、ああ、まあまあ、大きいおにぎりかなという感じかなと思います。実際ね、大きかったんですけど、これね、このね、角度よりもね、わかりやすい角度、うん。引いてもね、そんなにわかりにくいかなと思うんですけどね。うん。ただね、これね、横から見てみるとね、こんな感じなんですよ。いや、これ縦横比、引き伸ばしてないですからね。横にビヨーンって画像伸ばしたわけじゃないんです。本当に縦横比そのままでこんなに分厚いんですよ。これね、最初ね、びっくりしましたよ。ドキモノ化されました。さすがにね、おにぎりの桃太郎とかもね、大きいの、おにぎりね、こっちの方で売ってますけど、いやいや、この分厚さでね、価格はね、全然お得ですよ。いや、びっくりしました。コンビニのね、おにぎりとかって並べてもよかったかもしれませんけどね、いやいや、これはね、ちょっとね、いつ建物じゃないけど、これ3つあったらもうお腹いっぱいですわっていうね、感じでございまして、美味しくいただきました。ということでね、まあ、この後、中村西跡の駅からね、結局また名古屋の方に行くことになるわけなんですけど、というような感じでね、この旅はね、進んでいったわけでございます。この先のね、ところもね、まあ、少しずつね、出せたらね、出そうと思います。まあ、とりあえずね、駅間散歩シリーズというのでは、ここでね、終了となりますのでね、ここまでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしかったらね、チャンネル登録や高評価の方もね、いただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということでね、この動画以上でございます。どうもご視聴ありがとうございました。